相続税申告や準確定申告の手続きを解説。この動画、記事はこんな方におすすめ。相続について知りたい方、これから相続手続きを行う方。ポイント1、確定申告が必要な人が亡くなった場合、死後4ヶ月以内に準確定申告。2、遺産総額が基礎控除額を超えなければ、相続税申告をする必要はない。確定申告が必要な人が亡くなった場合、相続人は、個人の代わりに死後4ヶ月以内に税務署で所得税の申告を行わなければなりません。申告できるのは相続人や包括受益者です。相続税とは、亡くなった人から遺産を相続した際に、その遺産総額が基礎控除額を超える場合に、その分に課税される税金です。したがって、基礎控除を超えなければ、申告自体必要ありません。